Hello there! 始まりました、森哲チャンネルです。今回はですね、ですね、なんかおーって言ってますけど、ですね、新企画が始まりますので、その新企画の、はい、そこのスターというか、主役ですね、はい、ビジョンというビジョンという名前ですね、はい、ビジョンにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、まあ彼はすごいですね、突拍子もない、経歴の持ち主で、まあ2つ目の動画ではきっといろいろ聞いていきたいんですけど、ね、いろいろ、はい、ものすごいですね、すごいチャラいとチャラい、まあまあチャラい、まあチャラかった、まあそうですね、まあちっちゃい時はまあ芸能活動して、うん、でその後大学入って理系の大学、ね、理系ですか、ね、釣り理系ですね、釣り理系の大学入って、でその大学行きながらホストやってたんですね。ホストやってました。すごいね、歌舞伎町の看板になるぐらいですか。看板になりました。看板になるんですかね。すごいですよ。やっぱ芸能人で歌舞伎町のホストの看板になれるってやっぱすごいなっていう、ね。ちょっと受けがあったんですかね。いやもう喋りもすごいですから、ね。ありがとうございます。これから多分ですね。まあ一本目あんまり今日は静かめに静かめにして、ね、でもすごいんで。はい、で例えば何も聞いてないと思うので、はい、そうですね、何も言ってないんですよ。これから何をするのかっていうのを言ってないんですけど、あ、現状そうです。トイック企画なんですけど。はい、トイックの点数を上げるというです、ね、はいはい、企画にちょっとドキドキしてます。そして恥ずかしいっていう。そうですね。では今の現状の点数です、ね。現状の点数、そこをちょっと見せてもらおうかなと思いますけど。はい、じゃあとりあえず現時点、はいはい、現時点、前回は風邪をひいて大変な点数を取ってしまったんですが、チャート見せればいいですか、ね。はい。チャート見せてもらって点数ですね。あ、じゃあこれですね。オーマイグッ。そう、こういう感じなんですよね。見えますかね。マジっすか。そうなんですよ。前回も最低な265点って、105の160っていうのはなかなか取ったことがないような点数を取っちゃって、すごいね。で目標点が何点でしたっけ。目標点は、まあ、7月8月までには800って、はい、なんと4倍、はい、4倍、4倍近く、そんな、いやそこまでとは聞いてなかったこっちもひどいですね、まあ、頑張るしかないです、ね、やるしかないと思って、やるしかないです、ね、はい、800、まあでもやる時間はあるんですね。そうです、時間はそうですね。7月8月から海外、ね、ベトナムの方へ、はい、でなんで、まあ、英語ができなきゃいけないということ で、 そ、 で、ね、でそのためにも、まあ、多少やっぱトイックのテーブルは証拠としている持っておくということ で、 証明として、証明として、うん、はい、なんで、そのうわそう大変だ今だって2月の2月末、3、4、5、6、4ヶ月、めっちゃ大変ですね。でもまあ鬼のようにやります。じゃあ、ちなみに不可能ですかね。不可能、いやまあそんなもっと不可能みたいな人生送ってきてるからそうですね、あらゆる壁をこう、そうだってもうほぼだって話せないじゃないですか、聞いた話ね。 あんまり話せない話の方が多かったから。そうですね、はい、ですね、なんでまあ、ああそっか、まあとことんやってもらいます、はい、まあ今日からやります、はい、なんでまあいろいろやってもらおうと思って、まずは単語ですね、はい、やりますけど、単語はこれをやってもらいます。頑張っていきます。トイックテストデルタン605っていうのですけど、まあこれ新しいバージョンが4月に出るので、はい、皆様にはまたその時にご報告します。もうこれ自体は絶版です。なので、やるんですけど、まあ本当基礎中の基礎です。で、韓国ではトイックって過去問出てたりするんですよ。はい、あと裏ではもう完全に出てたりするんで、まあそれのデータを集めて、そこから出る順で並べて、そこの中で、まあこれは基礎中の基礎だからっていうのを省いて作ったのがこの単語帳です。なので、結構ですね、皆さん知らない人が多いんですけど、いやすごく出るんですよ本当に、ね、本物から作ってますからねなので、まあこれをですねがっつりやってもらいますので、ほんと覚えるぐらいまで、でそこがどの程度までわかんないですけど、いやかなりやってもらいます。でやり方等は説明しますので、はい、後々ですね、はい、でそして、まあ、それらが終わったら、この僕の持ってる単語特級系ですね。まあ、ちょっとやっぱ200点だとかなりきついので、こっちを先ですね。まず先、それが終わったら、この単語特級と1、2と、そして熟語ですね、はい、がありますので、こちらに行ってもらおうかなと思います。はい、いや、相当やってもらいますけど、ね。いや、もう徹底的に。そうですね、徹底的に。はい。で、で、文法の方ですね、は、こっちを使ってもらってですね、ですね、デルタンっていうですね、これを使ってもらって、文法はとことんやってもらおうかなと思います、はい、とりあえず、まあ、そこの点数をまず上げてもらわないといけないので、パート5とか6ってところですね、そこをがっつり上げてもらいます。で、リスニングに関しては、まあ、まだかなと思うんですけど、一応紹介しておくと、トイックパート1、2特急っていうのが
ありますので、これのですね2からですね、1の方が難しいので一応2からやってもらおうかなと思います、うん、はい、3、4はあとですね、まだ今は1、2を先にやってもらって、3、4も同時進行でいきます、はい、で多分今持ってきてないですけど、毎日このですねここに今やっておきますけど、僕のあのですね、はい、こんな感じでですね、トリプル10ってやつですね、はい、ミニ模試形式になってて、各デイごとでゼッパートが勉強できるっていうのがあるので、はい、それをやってもらいます、はいはいはい、それを終わらせてもらいます。で頑張ります。多分難しいと思うんで、あ、結構難易度高いのも入ってるんで、だから、質問は全部受け付けます。はい、ありがとうございます全部受け付けます。ただしあれです、学習記録は全部つけてもらいますので、頑張ります。ちょ、怠けることなく、はい、そう、撮影して、はい、自分のやってるところ、いいですね、この追い込まれてる感がすごい。そうそう、ずっと遊んでなんかさ、酒飲んで、飲んでうわーとかやってるとこも全部撮ってる。わかりました。じゃあどんどん入れていきます。じゃあダメですか。ダメですか。それはそっちじゃなくて、それはそっちじゃなくて真面目な方で。で、あとは公式系ですね。これが、はい、まあ、今のが自分 の、 本使ったやつですけど、まあ、これ実はやったりもしてるんですね。はい、応募はしてません。応募はしてませんけど、はい、一部の人にもやったりしてて、本当にスパルタで無理やり点数をぐわーっと上げるっていうのはですね、トイックだったりトフルでやったりしてるので、同じのを味わってもらいたいなと思います。はい、で、公式系ですね。はい、ちょっとカバー取れちゃいますけど、トイックの公式のリスニングとリーディングですね。これが新しいバージョン。ですね、でちょっといろいろと形式はマスターしてもらおうかなと思ってます。で、時間がないときはこれで、時間ががっつり取れるときはもうですね、模試ですね、これ2時間やってもらうやつですね。2つはどんな差があるんですか。これは、このリーディングだけ、あ、こっちだったらリスニングだったらリスニングだけ、はいはいはい、リーディングだったらリーディングだけが載ってるやつですね。それに対してこれは2セットもそのままどっちも問題が、お、問題がそうです、リスニングリーディング両方入ってるやつですね。で、まあ、1とかですね、ちょっとカバー取っておくことが多くて1とかそれの前のやつとかもあるんですけど、はい、これは皆さんもそうなんですけど、もし必ずですね、一番新しいのからやってください。これも新しいのが一番形式に合ってるので、それからそれやってください。で、まあ、あとは韓国の公式の過去問とかいっぱいあるんですけど、ちょっと今のレベルだとまだやめて、そうです、韓国解説韓国語ですから読めませんっていう、まあ、なんで、まだやめた方がいいかなと思います。とりあえずは、はい、今言ったこれとこれとで、あの、そのトリプル10を、トリプル10、ね、を確実に終わらせてもらうことと、はい、単語とこれはもう毎日進めてもらいます。これとこれは毎日、やってもらう形になります、はい、で、全て学習記録ですねをつけてもらいますね。どうですか、はい、大体勉強時間ってどれぐらい取れるものですか。3月からは、はい、結構やはりその転職のことがあるんで、はい、結構取れる。つまりもうリモートワークなんで、あ、なるほど、実に自由に時間が幅を利かされ る。テレクミュートですね。で、なんてテレクミュート、トイックン出てきますよ、テレクミュートっていうのは。ここに今、解説を載せていただけると。コミュートっていうのは通勤通学するっていうんですけど、はいはいはい、それ、テレが遠いわけですね。遠く、はい、から通勤通学するっていうので、家で働く。トイックでも最近よく出てくるとこに、説明が。字幕スーパーを入れておきまして。それを、やってもらいますので、はい、なので、まあ、最低が3時間です。はい、1日毎日1日3時間。最低が3です。避けます、避けます。最低が3です。バーに飲みに行っても、あ、あとこれ言っちゃいけない。最低でも3で、はい、で、まあ、できれば5。5目標。はい、毎日5目標で。5目標。で、できるときはこいつを足して。やれるときにもどんどんやっちゃう。もうどんどんやってください。問題はですね、まあ、私この学校にですね、本棚に山ほどありますので、これすごい圧力。横にも大量の問題がありますので、はい、いくらでも取れますし、はい、あとはまあそうですね、データでもたくさん持ってますので、いくらでも。じゃあ問題は尽きることがない。尽きることは絶対にないです。なので、まずはとりあえず3月で、ドンと入ってもらって、はい、4月申し込みました。申し込みました。はい。はい、なんで、5月、6月全部受けてください。6月、はい。はい。なんで、そこでやってもらおうと思いますので、はい、ぜひですね、これで結果を残していただければと思いますので。3月のテストは、きっとまだ結果が出ない。そうですね。まあ、それはしょうがないと思うんですけど、残念。はい、早い。早いね、残念。まあ、頑張ります、はい。はい。なんで、ぜひやってもらおうと思いますので、はい。はい、これからですね、この曲やっていきますので、ぜひぜひ、頑張っていきます。よろしく。ぜよろしくお願いいたしますので、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。チャオ。チャオって。あ、いいね。
Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Thank you. もっとガーっていっちゃっていいです。前にガーサムネ用でしたもんね。そう、サムネ用なんで、ね、ガーッと決めちゃっていいです。決めちゃいます。あ、いい。やっぱりいい。やっぱりいい。いい感じですかね。ちょっと聞いてる感じでもいいですか、ね、いい、やっぱり。ここなんかもう、なんか使いたい。あ、いいですね。